韓国の反応、ビッグバン VI 禁煙クラブをオープン。人生は GD ではなくスンリみたいに。ビッグバン VI スンリが高級ラウンジバーに続きクラブ事業を一段階拡張します。現在スンリは和食ラーメンや煽りの神隠しを運営しています。2016年は風豚骨ラーメンや会社煽り F&B を設立し、別名スンリラーメンと呼ばれて人気を集め、生誕堂本店をはじめ韓国国内はもちろん日本の東京と中国、上海など海外にまで20以上の店舗を持っています。スンリは毎回新しい店がオープンするたびに直接お店を訪れた記念写真を掲載し、積極的に広報に取り組んでいます。韓国の反応まとめ。 1. やっぱりできないことがないね。 2. 本当に一生懸命生きてる。 3. リアル。人生は GD ではなくスンリみたいに生きるべき。 4. 似合う遊興事業。 5. コリアンギャップビー。 6. すごい。 7. バーニングサンナ前から盛り上がる。ヤン社長より事業上手みたい。 8. スンリ最近詐欺師たちではなく本当金になる人脈を作ってるらしい。9. 約10年後 YD と同じくらいになるんじゃない。 10. 野望もあって能力もあるみたい。すごいね。 11. 事業手腕がいいんだね。 12. 全部いいんだけどクラブに薬が回らないように最後まで薬とは関係ないスンリになるように。 13. スンリはタバコを吸わなくてクラブも禁煙にするって。 14. 禁煙クラブならちょっと行ってみたい。15. スンリあなたは一体まだ20代後半か30代初めじゃないの。事業が勝ち続けてるのに本業のビッグバンって震える一体。16. ロナウドはいつ来館するかな。世界的サッカー選手のロナウドが訪韓した場合、全てのマネージメントの役割とマーケティングするライセンスをスンリは持っている。17. うわ、煽りラーメンも続々オープンしてるけど本当忙しく暮らしてるね。18. スンリは本当事業の才能があるみたい。詐欺にあってずっとやられてる人たちも多いけど成功させるのを見るとすごい。19. この前ワッフル屋出したのも成功してそうだけど。20. 腕前が本当良いね。このぐらいの段階まで行ったってことは普通の腕までではない。ブルブル詐欺師だらけの韓国で自制するのもすごいんだと思う。